お待ちください。はい。はい、それでは配信開始いたしました。はい、よろしくお願いします。はい、関さんどうぞよろしくお願いします。はい、本日のゲストは清水修司さんです。はい、はい、簡単にちょっと自己紹介と今日話したい内容を、はい、あのご紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、わかりました。私はですね、あの美容業界で40年ほど携わっておりました。で、ですね、まあ、今日あのたまたま関さんのこのミーティングというのを発見して、ぜひお話を伺いたいなと思ったんですけども、その内容というのがですね、今あの私ども日本再企業支援協会という、まあ、再チャレンジを応援する団体を任意団体で、開始しました。でこれがですね、まあ、多分年内に NPO の申請をしていくような形になっているんですけども、まあ、関さんの方も日本震災、あの東日本震災のところからあのそういうコードフォージャパンみたいに立ち上げられてあのやられてたということで、ぜひそこでいろいろお話を伺いたいということと、まあ、この再チャレンジに対して、まあ、いろいろちょっとアドバイスいただけたらなというふうに思って今日申し込みさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、なんかあの実は今回みたいにですね、あのこれまでお会いしてないっていうタイプ、はい、あのタイプであのお話しするのは今回が初めてで、まさに、はい、これまではあのなんとなく知り合いとかですね、だったんですね。なんですけど、今回は本当にお会いしたことないから方からということで、僕もすごく嬉しいですね。あのまさにこういうのがオープンオフィスでやりたかったことなので、はい、ありがとうございます。はい、ちょっと今、議事録を準備しておりますけれども、はい、すいません。ちょっと最初にバタバタしたので、あ、すいませんでした。時間が。いえいえ、とんでもない。なかなかね、あの、そういうこともあるんですね。ね、あるんですね。はい、はい。じゃあ、これでいきます。よし。じゃあ、ちょっと議事録を共有しながら進めたいと思います、ね。はい、お願いいたします。はい。これでいいかな。画面共有して。どこ行った？あれ？ちょっと待ってくださいね。どこ行っちゃった？これか。これだ。よいしょ。すいません、今あの聞きながら打てればよかったですけど、はい、はい、はい、で、まあ、再企業を、支援したいと。そうですね、はい、はい、いうことをされているわけですね。はい、その、組織の名前が、はい、日本再企業支援協会。再企業を、支援協会。はい。で、これから組織化を予定されているということなんですね。はい、今、任意団体で1年ほど活動しておりまして、はい、まあ、NPO の申請を年内にしていくという予定で、うんうん、今、活動しております。そもそもどうしてそういう活動されて言おうと思ったんですかね。そうですね、あの、はい、私ですね、まあ、先ほど言って美容業界で40年ほど携わっているんですけども、はい、まあ、そのうち27年間ほどなんですが、あの、まあ、小さいながら美容業界でよろしかったですか。パーマですね、美容ですね、あの美容パーマです、ね、こちらですね、はい、はい、で、はい、まあ、美容室と理容室とエステサロンと、はいはい、あとは商品の開発をやっておりまして、はい、当時その、まあ、トータルで27年間ほど会社を経営しておりました。で、ですね、49歳の時、
に、いろいろな事情経緯があって、はい、倒産をして、はい、うつ病になって破産をして、はいはいはい、そこから1年間引きこもりをしたと、はいはい、でこの状況の中から社会復帰を、1年後、引きこもりの1年後に社会復帰をさせていただいて、うん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 、でその後にですね、やっぱり再チャレンジしたいなと、どうしてもやっぱり自分でやりたいことがありまして、うんはいはいはい、もう一回創業をしたいというふうに考えて、いろいろ活動を開始したんですね、うんはい、でその時にやはり失敗をしているという目で見られるということと、うんうんうんもちろんお金も借り、もちろん信用もないですし、お金も借りられないのは、みんな、その自分の経営のスキルのなさで、そのような結果になったんですけども、やはりいろんな部分でハードルを感じまして、こんなに、再起業、再チャレンジするのはすごく大変なんだなということを実感したんですね。で、いろいろ活動しているときに、創業手帳さんってご存知かと思うんですけども、創業手帳さんの方にも何度もご相談させていただいて、その時に聞いた話が、毎月、1万社新しい会社とかお店ができていると、でも廃業倒産は毎月1万1000社あるということを聞きまして、そうすると倒産廃業の方の方が多いんだろうと、この廃業倒産が多い人たちはその後どうしてるんだろうかというふうな疑問を持ちました。で、日本の場合はですね、創業支援とか経営サポート、また経営のその立て直しにはすごく手厚く、いろんなことをしていただけるんですけども、再チャレンジの部分はないかなということで、2018年の5月にですね、なんかそういう支援がないかなということで、経産省の産業労働局の、創業支援課の方にちょっとお話を伺いに行きました。廃業倒産の方がすごく多いということを聞いて、私もそうなんですけども、何かそういうところに、ご支援いただけたりとかいうような制度はないですかっていうことを聞いたらば、ないと。で、なんかじゃあそういうことを今後やっていただけるようなこのお申し出をすることによって何か変わったりしますかねということを聞いたら、前例がないのでということで、終わってしまったんですね。なるほど。で、やっぱりここでもなかなかこう行政のサポートを得るっていうのが難しいなということを感じまして。ただ私の場合はたまたまその美容業界でいたということと美容の技術があったということと、その40年間いたということもありまして、なんとか個人事業主としては最近2019年に再起業をさせていただいたんですね。で、いろいろ活動していく中で結構私と同じように廃業倒産をしたりとか、そこから再起をしようとか、どん底から持ち上がろうという社長さんとかがブログとかを結構書いてるのを発見しまして、そういう方にこうコンタクトを取って、なんか一緒にできませんかねということで、始まった、先に日本再起業支援協会は私が先に作ってたんですけども、やっぱり一人ですと、結構途中で心が折れてしまうことがありまして、仲間と一緒にやりたいなという感じでいろいろこう探してたんですね。で、今そういう仲間がだんだん増えてきまして、一緒に活動ができるようになったんで、すごく心強いというような今がそういう状態です。素晴らしいですね。なるほど。なるほど。本当になぜやるかみたいなのはすごく分かりやすくて素晴らしいなと思いました。で、じゃあちょうど NPO の立ち上げ準備中と。はい、そうなんです。いつぐらいが、申請がですね、多分来月か再来月ぐらいに申請して、そこから3ヶ月ほどかかるという、認定まで3ヶ月ほどかかるというので、早ければ年内。遅くなっても来年年明けには NPO の申請が認可が下りたらいいなというような状態です。素晴らしいです。はい。で、今何
理事が何人ぐらいいらっしゃる、ね、今ですね、理事がですね、はい、確定しているのが4名で、はい、あと2人ほど候補がいるんですけども、はい、その方がですね、やはり今コロナでちょっと会えないという、まあ、会えないということもあるのと、はいはいはい、あとはその、まあ、1人は介護系のお仕事をされている方で、その方もすごい体質験をされている方なので、ぜひご協力いただきたいんですが、うんうん、介護施設の、まあ、責任者の方なので、そちらの方はもう今はとても会えないと、はいはいはい、お年寄りの方に何かあったら大変ということで、うんうん、ちょっとそこが、まあ、コロナの影響もあり、ちょっと遅れてしまっている、うんうん、予定と遅れてしまっているところであります。なるほど、なるほど、はい。どういう活動を具体的にはされていくんですか？そうですね、今やってるのはですね、うん、毎週土曜日とか、まあ、週末、あとはまあネットも含めてなんですけども、うん、相談会というのをやっていまして、これがですね、まあ、本当に私たちがやってることはもう本当にスキルでも何でもなくてですね、体験をお話しするということと、傾聴させていただく、うん、お話を伺うと。はいはいはい、でどの方にっていうのがですね、やっぱりすごく重要なんですけども、うん、例えば先ほど言って経営のサポートや創業の支援っていうのは、例えば東京都がすごくやってて、よろず相談とかですね、うんうんうん、まあ、東京商工会議所さんとかでもサポートいっぱいあるんです、うんうん、で私たちがやるのはそこではなくて、その次のステップというか、もう本当にここからもうギリギリでこの判断どうしよう、例えばもう廃業なのか倒産なのか、でもそれをしてしまったらば次何をしていいのかわからない、はいはいはい、例えば子どもたちはその頃お金がかかる高校生であったり大学生であったり、うん、まあ、あとは家もしかしたら家のローンがあるとか、もうそういう不安でもどうにもなんなくて先が見えないで、はい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 、パニックになりそうな方たちに対して私たちの経験をお話しすることで、その負担不安恐怖を少しでも取り除いていく。なるほど、はい、素晴らしい。そうか、再チャレンジをしたいっていう人だけではなくて、もう本当倒産しそうなんだけど、そうなったらどうなっちゃうんだろうっていう人に対して、そうです、大丈夫ですよっていうことをお伝えしていくっていうことなんですね。なるほど。大体今は特にコロナの状況もありまして、はい、結構まあ、そういうご相談も少しずつ増えてはきてるんですけども、はい、やはり不安なんですね。見えない、先が見えないというのは不安で、皆さんご経験されてないことなので、そこに対して私たち経験者がその辺の本当のその何て言うんでしょう、経験した内容をお話しすることで不安を解消することによってうつ病の回避になるんですね、うんうんうん、私たちがやっぱり今まで、なんでうつ病になったり自殺を考えたり、するようになったかっていうと、見えない不安と恐怖に毎日怯えていたからなんですね、うんうんうん、でこれが本当に経験してみると、そんな怯える必要全くなかったなとか、まあ、次先が見えるということも、まあ、一回失敗して人生終わりではないということが分かることで、はい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 、その人は前向けるんですね、はいはいはい、そこを私たちはまあサポートをしながら、その、まあ、破産倒産したとかもそれをするような人がすぐに、じゃあ再チャレンジとかっていうことはまずないので、まずは伴走しながらちょっと一緒に定期的にコンタクトを取りながら次の方向を向いていきましょうというような感じを今やっています。今どれぐらいの人数ぐらいか実際こうその相談に来てるんですか？そうですね、まだ今は週に、うん、毎週やってるので、まあ、週に1人とか、あとはメールで数人という程度ですね、うんうんうん、やはり私たちどうやって知るんですかね、はい、それがですね、やっぱり口コミですかね、はい、私たちがいろいろ情報発信はしているんですけども、うん、全くこのどこの馬の骨か分かんないような人の、その怪しいじゃないですか、第一、うん、ですからそういう人たちのところにはなかなか来ないんですけども、今いろんな団体さんが、NPO の中間支援団体の方とかにもいろいろあちこちお話をしに行って、はいはいはい、まあ、こういう団体で活動していますということを言うと、そこからまあ情報発信をたまにしていただけたりとか、まあ、その、まあ、ブログからとかですね、はいはいはい、来てちょっとメールでまず1回相談してみたい、
で、なんか相談した感じになんか大丈夫そうだから直接会ってみたいとか、そういうような感じで、まだまだ本当に少ない人数なんですけども、うんうんうん、少しずつそういう方が増えてきているという状態です。なるほど。なんか今日お話、うん、今日、こうやって時間をわざわざこう作っていただいた、はい、理由というか、なんかこういうことが話せればな、みたいなのって。そうなんです。もうできればですね、そこが一番聞きたいところなんですけども、関さんの方のポートポーチャパンの方で、一人の力では弱いかもしれないけども、はい、誰かが動いたりすることで人々がつながると。いうようなことを書いてあったのを見まして、うんうんうん、確かにそうだなと。じゃあ僕らがまず動き出してみようと思って今動き出してはいるんですけども、うんうん、そこからなかなかその、みんなでこう動き出してはいるんですけども、うん、なかなかそういう人たちとの接するところが少ないというのは、一つはですね、僕らみたいに破産倒産とかしてしまうと、うん、SN 上とかから情報、うん、自分の情報を抹消する人が多いんですね。なるほど。あえてつながりを切っていく、はい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 、ですから情報がなかなか伝わりにくいということも一つの原因、うん、あとはもう一つは先ほど言って私たちにまだその実績が少ないので、うん、その怪しいんじゃないかとか、例えばなんかどっかの悪徳コンサルじゃないかとか、なんか後でお金を莫大に請求されるんじゃないかとか、はいはいはい、多分いろんな不安要素があると思います、はいはいはい、なるほどなるほど、はい、確かにね、課題としては、まあ、その広がりにくいというか、そのオープンに相談というか、その自分のプロフィールをこう一旦こう抹消してしまったりとかするので、なんかつながりが弱くなってしまうっていうのが一つと、あとは、そもそもの団体の信用力。そうです、そうです。はい。そうですよね。いろいろと親切なふりして近寄ってくる人とかいそうですもんね。いっぱいいます、うん、もうそういう時ってみんなわらをもすがる思いでいろんな情報を探す、うん、私たちも全く同じで、うん、もうとにかく探して探して探しまくって、うん、で実際にじゃあやっぱり相談に行くとは言ったものの不安でやっぱりキャンセルをしてしまったりとか、うんうん、もうそういう状況の人たちなので結構やっぱり、うん、そういうところで一回そこに相談に行くまでのその勇気とかがなかなか出ないっていうのはありますね。なるほどなるほど、うん、今とはいえその実際に参加してくれた人とかはちゃんと満足はしていただいている感じなんですね、はいはいはい、そうですね、それ人によってですけど、うん、やっぱり長く話す人はやっぱり数時間も話すわけですよ、うん、で本当に数十分程度で終わってしまったり、うん、1回相談して終わってしまう方もいらっしゃる、うん、でそれはやっぱり目的がやっぱり違う、私どもはさっき言ったように、うん、もう本当にギリギリの生活から、どんな風になるのかっていうところを、うん、こう私たちの経験上教え出せをして一緒に前を向こうよという感じのところをやってるんですけど、ここに来ればなんか何でもやってくれるんじゃないかとか、あとはなんかもうここに行くだけでその自分たちはもう助かっちゃったみたいな感じだと全く全然違うの でまた法律的なアドバイスとかは一切するわけでもないですし、はいはい、例えばじゃあ破産倒産に対してのアドバイスは一切しないんですね。そこはもうあくまでも法律家の先生とか、はい、まあ、今までお願いしていた会計士さんと相談をして決定するのはあくまでもあなた経営者ですよと、うん、私たちはその後、うん、前を向いていこうと、でこんなことが起こるかもしれないけど私たちこうやってやってますよ、で皆さんが考えているほど怖いことは起こりませんよということを実際の事例を踏まえてそのお話をして安心をしていただくというような感じですね。なるほど、うん、なるほど。結構どうなんでしょうね、そのターゲットとなる、まあ、まさにこうニッチもサッチもいかなくなってるような人がたどり着くまでって、まあ、いろんなパターンがあると思うんですけど、例えばなんかウェブとかで検索とかってするんですかね、はい、まあ、ウェブ検索は僕らの場合ですけども、もうずっとしてましたね、
で、いろんな人に、まあ、連絡メールをしたりとか、まあ、それで実際に会いに行くのは本当に、うん、まれですね。なんかやっぱ怪しいなと感じてたりとか、まあ、鬱になっている状態だと何でもかんでも怪しく感じてしまうんですけども、うんうんうん、まあ、そういう状況の中だったりすると、そこの相談に行くまでにたどり着くのがすごく時間がかかってしまうなというのはありますね。まあ、でもきっと当事者であるあったことの強みっていうのはあるんでしょうね。はい、うん、やっぱこう、そうですね、そこが一番で、うん、私たちもそのいろんなところに相談に行くわけですよ、その時はですね、うん、でも、皆さんご好意で、いや大丈夫だよ、大丈夫、もうこうやってやっていけば大丈夫だよとかいろいろおっしゃっていただいて、こうね、気を和ませていただくんですけども、でもやっぱり、うん、経験をされてない方というような見方をついしてしまって、うんうん、今いる私たちの仲間もやっぱりそこを感じてしまうんですね、はい、うんうんうん、でやっぱり経験されてないとわからない部分とか、がたくさんあるので、ここに関してやっぱり経験者がお話を聞くということと、次のステップにも実際向かっているという姿を見せるということがすごく重要かなと今感じております、うんうん、いや本当そうですね。なんかとにかく、うん、その経験されていること、そしてそれをまた一歩進めて他の人のためになるようにという、はい、その思いが本当に素晴らしいなと思いました。本当に広がってほしいですね。はい、はい、ちなみにですね、まあすごい細かい話になっちゃいますけど、はい、NPOであればですね、はい、Google のその、はい、検索広告みたいなのは、ほうほう、はい、申請をすればですね、はい、ただで使えたりします。そうなんですか。はい、枠がある程度あってですね、はいはい、すごいど忘れちゃった。そういうそのいろんな IT パッケージをですね、はい、こうある程度こう枠で、いろんなそのサポートしてくれる NPO 向けのプログラムがあるんですよ。ですね、聞いてる人誰かサポートしてくれたら嬉しいですけど、うん、すごい本当にど忘れしちゃった。コードフォージャパンも入ってるんですけど、あ、そうなんですか、ね、後でちょっと URL をお伝えしますけど、はい、ありがとうございます、はいはい、そういう、ものがあるので、うん、多分 SEO とかは一つ、はい、重要だと思いますし、あと多分対応できる限界もきっとありますよね、今のような形だと。あ、そうなんです、うん、まあ、はい、結局今私たち完全ボランティアやって、まあ、土曜日とか、まあ、メールとか、うん、そういうその今日もこの後相談の意見入っているんですけども、はい、どうしても、まあ、普段みんな仕事を持ちながらとかやっていますので、今後これがまし、少しずつ増えてくると、まあ、僕らはやっぱり専業にしていきたいなというふうに思ってはいるんですね。うんうん。ああ、なるほど。はい。その方法とかですね、じゃあどうやってそのマネタイズをしていくのかとか、うんうんうん、まあ、その破産倒産者の方とか、まあそういうのを、今後判断しなければいけないような状態の方はお金がないんです。うんうん、もちろんで私たちも全くそのような状況でしたので、はいはいはい、そちらからお金いただくということはできないんですよね。そうですね、うん、でじゃあどこからそういう部分を補助していくかというところで、うん、例えば、まあ、行政とのつながりができればいいのかとか、うん、まあ、他団体の NPO さんとかとつながってそういうなんか方法を教えていただけるならば、うん、そういうこともちょっと勉強していかないと、うん、栄養がちょっとしきれないようになっていくのかなというふうには今考えております。そうですね、はい、まあ、まずはやっぱ行政の中でそういうその担当部署みたいなところがあればそこの予算ですよね、はいはい、こういうのってどういう担当になるんですかね。まあ、まあ、僕が一番最初言ったのは創業支援でしたけども、はいはい、創業支援でははいってことですね。それだったんですよね。うん、いやでも、うん、この間ですね、たまたまいろいろ調べていましたら、
僕が一番最初言った東京都の産業労働局創業振興課の方が、うん、まあ、2018年に行った時はダメだと言いましたけど、ちょうどそこが今回、東京リスタートというあの再チャレンジの失敗ダービーというのをやるというのを、はいはい、入手しまして、すぐエントリーをして、はい、やっと東京都さんもそうやって少しあの再チャレンジに向けてあのやる人を応援するようなあのそういう状況ができてきたと思って、はい、だからやっぱり一歩が踏み出してたような感じですね。なるほどなるほど、はい、産業労働局、はい、なるほど。で東京リスタートって言ってあの失敗ダービーって言うんですよ。もう失敗ならいっぱいしてるので、ぜひエントリーさせていただきたいなと思って、今も定期的にその座談会とかあのそういうものに出て、一応エントリーはできるような、うんうんうん、あ資格はもう得ております。いいですね。なんか東京でそういう事業が始められると、うん、まあ一番あの倒産数も多分多いそうなんです。企業数が一番多いから、そういったところから、はい、うん、あのある程度こう予算がもらえるといいですね、うん、ですね、NPO として。そうなんですよね、うん、そこができればもう随分とですね、うん、違うなというか、こう、まあ、先ほど言って私たち別に特別なスキルはあるわけではないんですが、うん、経験があるのとお話を聞けるというだけで、はい、それで本当に自殺の回避にはすごくつながる、まあ、本当にお話を聞くだけであの全然違ってくるので、そういう活動をやはりしながら、まあ、少し社会貢献をしていけたらなと、うんうんうん、まあ、NPO とかがこのようなその自分たちの価値を世の中に広めていくときって、はい、やっぱある程度こう数字で示すみたいなことがあると思うんですね。そういう意味でだと、例えば東京で何件ぐらいその実際に倒産があって、で、まあ、それに由来するこう社会的な損失、まあ、例えば自殺とかですね、あとはまあ生活保護の期間がこれぐらい変わるとかですね、で、まあ、リスタートする機会がないとそれがどんどんこうあの福祉の負担になっていくよねみたいな話を、まあ、そういう理論武装みたいなものって今はどれぐらいされているんですかね。ただですね、あの実際にじゃあどうなのかっていうと、例えば、あのまあ、自殺者で言えばですね、うん、あのまあ、今だいぶ減って2万数千人になっているんですけども、うん、そのうちの 15% が経営者だと言われています。2万1000とかですかね、前は3万1000とかそのぐらいだって、今だいぶ減ったんですね。うんうん、あ、減ってるんですね。まあ、だいぶ減ったんです。はい。社のうち、はい、15% が経営者だ。はい。15結構多いですね。結構多いですね。すごい、はい、で。ここで見るとやっぱり確かに僕らもそうやって、うん、あのメンバーみんな自殺を考えてますので、その時はですよ、はい、うん、あの今は全然ないですけども、そういうふうになって鬱になってしまうと、はいはい、そっちへ行ってしまうので、うんうん、そういうことを考えると確かにその最終的にまあ皆さんにも迷惑をかけて、うん、もう他の、ね、周りにも顔向けができないやなんて考えると、うん、なんとかお金で生産しちゃうかな、保険金で生産しちゃうかなという方がやはり多いんだと思うんですね。うんうん、なるほど、なるほど。なんかそういうのを多分、あの、準備して、で、あのプレスリリースみたいなのもうまく使いながら。プレスリリース、はい。はい、うんうんうん、結構その調査報道みたいなっていうか、はあはい、調査リリースみたいなのって NPO とかってよくやるんですよね。調査リリース、あの、はいはい、自分たちのサービスを、はい、あの広める際に何か新しくこう、はい、こういう機能を追加しましたみたいな時をリリースするのに合わせて、はいはい、あの自分たちの調査によると、まあ、これぐらいの件数の、はい、あの倒産がある中で 15% でって、でそういうたことを防止するみたいな、その、はいはい、あの数字があるとですね、あの、うん、やっぱ報道もしやすいですし、あのそういったことで、まあ、あのちょうどサービスを知っていただくことにもなるし、はいはい、合わせてあの行政にも 大事さを伝えるし、やっぱあのマスコミ経由で聞いたみたいになってくると、あのきっと、ね、あの行政側の反応も変わってきますし、変わってくる、はいはいはい、であとはやっぱそういうのにどんどんリリースをどんどん出していくと、はい、あの
やっぱ信頼度みたいなのが上がってきますよね、はい、あの、うん、何回も名前を聞くとだんだん信用できるように感じてくるというですね、はい、何回もね、効果がありまして、はいはいはい、ハロー効果とかありまして、あ、なのでこういうところをもうちょっとやれていくといいですよね、はい、ありがとうございます、はい、実際その理事、はい、今は理事の方が全部やって、そうですね、あとまあボランティア、はい、プロボノさんの方もあの、まあ、他の部分でこうお手伝いしていただいたりしていただいてますね、はいはい、なんかその辺のコミュニティとかその、はい、実際に手を動かす人たちのネットワーク作りみたいなことは、そうなんです、そこがしたいんですよね、やはりまだやっぱり足りないのと、やはりなかなかこう結果にならないとか、あの、まあ、それはまあやっぱりずっと自分たちは持ち出しでやっていると、だん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 、うん、ね、きついんですよね。で、せっかくの最初みんな、あの人のね、まあ僕なんか、あの、その、拙い経験を話して、少しでも人助けができればなんて思ってやってたのが、うん、だんだんきつくなってくるなっていうのはありますし、うん、最初の思いが、あの、多分いろんな団体さんもあると思うんですけども、最初の思いがだんだんこう、薄れていってしまう。うん、そうですよね。あるんですよね。うん、うん、そこも関さんにいろいろちょっと、どうやったらば、はい、人を巻き込んだり、その気持ちをこう保って活動ができるのかというところも含めて、いろいろ今日お伺いしたいと思っておりました。はいはいはい、あの、そこに関してはですね、Code for Japan の場合は、はい、やはり、あの、仕事にする部分と、あの、ボランティアワークでいける部分と、結構、はい、あの、分けてるわけじゃないですけど、はいはい、あの、もう混ざってるプロジェクトもありますけど、はい、やっぱりそこはあのちゃんとこう例えばスタッフにはお給料はお支払いしてますし、はい、っていうところで、あのそこはやっぱ多分そういうふうにちゃんとこう仕事としてやる部分がなかったら、多分あの今みたいにこう例えば行政の仕事みたいなのも責任持って受けることは多分できなかったと思います、はい、で、結構最初はいろいろやりましたね。あのそれこそあの一番最初はヤフー基金っていうですね。あ、見ました、見ました。はい、はい、ヤフー基金、はい、はい。あれで初年度は活動して、まあ、数百万いただけたので。あ、そうですか、うん。はい、それを使ってやりました。で、まあ一つにはやっぱ助成、今言ったように助成金みたいなところはあるかなと思うので、はいはいはい、そこはあの、うん。ちょっといろいろ探してみるのがいいかなと思います、はい、ただしですね、やはりこうやってみて分かったんですけど、はい、まあ、ヤフー基金はすごいあの自由度が高くてですね、はい、そんなに苦労しなかったんですけど、はいはい、やっぱ多くの助成金ってすごくこう、うん、あの手間がかかるというかですね、なんか数十万いただくためにものすごい量のペーパーワークをするみたいなとかって何のためにやってるんだっけみたいになっちゃうので、はい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 、うん、筋のいいところを見つけるところは、まあ、いろんなやっぱネットワークですよね、あのところでこう教えていただくとか、あの、はい、日本財団さんとか、あ、日本財団という、こう、はい、ね、いろんなその、はい、教えていただけるようなところもあったりするので、そういうところで取りつつ、やっぱ企業とかからとか、はいはい、まあ、行政から安定してもらえるような、はい、そういったところに次の段階として移行できるとやっぱりいいですね。ちなみに Code for Japan の場合はですね、はい、あのどういう構造になっているかといいますと、ね、自治体とかにはですね、はい、あのワークショップを提供してるんですね。ワークショップ、はい、データ活用のワークショップみたいなものを、はいはい、それはしっかりお金いただいてやっています。うん、はい、あとはあの政策立案のサポートみたいな、そのコンサルティング的なものもしっかりお金をいただいてやっています。はい、なので行政からいろんなお金をいただきつつ、まあ、そこで得たものをコミュニティの活動に投資するみたいな感じ の、 あの営利事業と非営利事業をしっかり分けてやっています。はいはい、だから今回の場合、だからうん、企業からはちょっと難しいんですかね。ですね、この間ちょうど、うん、昨日、おとといですかね、あの、はい、NPO の、うん、NPO の、まあ、そこの中間団体さん、ね、支援団体さん、お伺いして、うん、あの、さっき関さんおっしゃってたように、その助成金、特に国関係の助成金を申請するのは、はい、そのおっしゃってたペーパーワークがもうとても大変で、それをやって、でこれをいただくのはその割に合うのかというようなことをおっしゃってました。は
で、そうなんであれば、まだ企業基金みたいな、企業が出るような助成金があるので、ああ、そそうでのす方がね。まだいいかもしれないねと言ってましたね。そうですね。企業の助成金は結構あり得るかもしれないですね。まあ、どうなんだろう。最近は、トヨタ財団さんとかも結構いろんなのやってますよね。ある程度金額も大きかったり。あ、そうですか。関さんなんのでとしこょうろね。は定期的にそのやっぱり助成金というのは申請はしていらっしゃるんですか？コードフォージャパンはほとんどそういう助成金はですね、これまで活用、あんまりしてないです。一番最初のヤフー基金以外は、企業からのサポートというか、サミット、コードフォージャパンサミットとかイベントやるので、企業に協賛をいただくおお、あ、協とか、賛。といったことをやっているのと、あと、講演とかですね。あ、公園ですね。私が講演に行ってお金をいただくとか、そういったことも、多少入れています。あとは、参加者の、社員になると、年間1万円とかの会費があるん回です避けですど、ね。そこを会費収入にしたりもしています。そっか、そういう意味ではあれですね、一番、もしかしたら、再チャレンジをして成功した人とかからお金いただけるというかもしれないですね。そうなちょっんとで息すはね。長いですけど。そうなんですね。ですから、やっぱりその辺も今ずっと考えてまして、今後イベント、今までコロナで全部イベントが潰れてきてしまったんですけど、イベントをやるときに、再チャレンジで再成功したような方、経営者さんのお話とか、あと今、現代のこのコロナ禍においても、柔軟な対応をしていらっしゃる、今の経営ができて経営者さんにご登壇いただいて、お話をしていただけないかなというのも今考えていて、しくじりの交流会とかですね、あとはおお、しく再じりチャ交流会。しくじりも、しくじり話は僕たちもいくらでもあるので、しくじり交流会、これもちょっとイベント今回潰れてしまったんですけども、そういうことをやりながら、いろいろつながっていきたいな。で、たまたまなんですけども、今度8月の30日に、私個人事業主の方でやっている自由が丘のスタートアップガレージというのがありまして、こちらは、ですね、ちょうどエンジェル投資家の方がいらっしゃいまして、その方がもちろん若い方の企業の応援とか、スモールビジネスとして始めたい方に、自由が丘のそういうスタジオを1年間無料で使っていいよというのを清水さん集めてみろよということで、今度やるんですね。で、若い方にもすごく1年間無料のそういうものがあると。で、もちろんその方、投資家の方がね、関戸さんという方なんですけど、その方が OK しないと合格にはならないんですけども、もし合格すればそういうチャンスもありながら、さらに清水さんたちもその再チャレンジを応援してあげるよ。だから再チャレンジしたい人も何かいいアイデアがあれば、私のところに持ってきなさいということで、やっていただいたのが今度の8月30日、説明会と現地の見学会なんですけども、自由すがご丘いいのでとすころね。ですごくね、とてもいい。3年ぐらいお付き合いさせていただきたいのかな、ちょっと清水さん、今どうだ、こんなビジネスどうだ、あんなもんどうだっていうような感じで、いろいろお声がけてしていただく、いただいているような、すごいいいと思います。ですから、そそうこですでそね。の、さ、その再起業とか再チャレンジしたい人とかも、ここでもう一度勉強し直して、そういうふうに次に持っていく場があるという、すごく僕らにとってありがたい。場所があるので、ただ単に再起業頑張りましょうということではなくて、再起業するためにみんなで新しいビジネスモデルを作って、勉強しながら、いいのができたらそこに持ってって、ちょっと発表してみようっていうような間が今できてきてます。いいですね。実は Facebook の方でもコメントがいろいろ入っておりまして、例えばですね、スタートアップとか起業家を支援する組織や団体とのつながりを作っていかれるようでしたらお手伝いできると言ってくださっていあ、あるりがたいです。方とかいらっしゃって、今僕も思ったんですけど、やっぱスタートアップ支援、VC とかですね、エンジェルとか、スタートアップ絡みの人たちは、やっぱりここの
その再チャレンジできる環境っていうのは必要だって皆さんおっしゃっているので、そういう方々から、はい、お金をいただくとかは全然ありえそうだなと思いました、うん、はい、で、はい、それこそ失敗の、はい、もうしくじりのカンファレンスみたいな、はいはいはい、で、まあ、そこにそこ自体をいろんな人を集めて、なんか逆にそこからこう価値がどんどん生まれていくみたいな、多分貴重な経験ばっかだと思うんですよね。いや、そうなんです、お金で買えない経験なんですですよね。それ自体コンテンツにもなるし、はい、多分それをこう一番知っている人みたいになったら、はいはい、それ自体こう話を聞きたいという人もいっぱいいると思うので、はいはい、講演一つとってもすごくこうちゃんとお金を取れるみたいな形になるのかなと思いました、はい、なんかそういう失敗をした人の話をといつでも聞きに行こうみたいな環境があるとか、そんな感じになっていくと、それに参加して手伝った人たちとかもちょっと、はいはい、講演してお話ちょっと講演料もらうみたいな形もあり得るんじゃないかなと。この失敗をですね、まあ、日本の場合なかなか経験として評価してもらえないような雰囲気がありまして、うんうんうん、そこをですね、なんか失敗、なんかアメリカなんかだと失敗何度かしてないけどそのぐらいじゃないけどなんていうこともなんかあるようなので、できれば日本もですね、一回失敗したぐらいで失敗のレッテルを貼るんではなくて、じゃあ次チャレンジするためになんか応援してあげようというような、こう社会的ルールができてくれば、みんな企業率も創業率も上がっていくんじゃないかなと思っているんですね。すごく大事な活動ですね、そういう意味では。本当にこう、なんか最近本当によく言われるのが、失敗が許されない社会っていうのはやっぱ良くないっていう、みんな言うんですけど、まあ、僕もよく言うんですけど、じゃあここに失敗した実際に失敗をして、はいはい、いる人たちがもう本当にこう、はい、毎月1万1000件ぐらいのペースでいる人たち自身をやっぱりこう評価すべきですし、なんかその人が鬱になって特になんか自殺してしまうみたいなところはやっぱ減らすべきですよねっていうのは、すごいアジェンダとして正しいなと思いました。海外だとフェイルコンっていうのが結構有名で、はい、まさにこう失敗自体をカンファレンスでこうみんな話すみたいなのがあったりするので、はいはい、そういうもうイベント仕立てにしてしまうのはありだなと思いましたね、はい、なんか YouTube で配信してみるとかですね、はい、あ、はいはいはい、はい、相談の模様を、はいはい、そう、それをね、うん、なんかやろうかと、もう自分たちの失敗談をバンバン出して、はい、もう笑っていただこうと、はい、結構これもですね、いろいろ試しまして、うん、最初にね、やったのが、はい、お話しするときに、いや、実は私ずっと長年会社経営してたんですけども、はい、失敗して破産して倒産してこんなでって、こう暗い感じ、まあ暗い感じっていうか、あんまりこうね、はい、明るく言うもんではないなと思ってお話をしてると、うんうんうん、みんな離れていくんですね、さーっと。で、逆に、いや、実はね、ちょっとやらかしちゃいまして、ずっとこう経営してたのがもう調子に乗りすぎて、こんなことしちゃいましたみたいなこと言ってくる、言うと、結構皆さん興味を持って、どんなこと、なるほど、人の不幸はミスの味じゃないけど、まあ、そこあんまりこうね、暗く言うよりかは、ちょっとね、面白おかしくお話をすると、うんうんうん、受ける側も、そんなこともあるんだって、そんでどうしたのっていうような感じ聞いてくれたりっていうことがあるのを最近分かりまして、最近ではあんまりその重く暗く申し訳なさそうに話すのはやめています。うん、なるほど。すごい、それはいいですね。うん、さっきそのお話した中でですね、まあ、僕、まあ、もともと美容業界で40年ほどやってて、まあ、昔であれば30代の半ばぐらいになると、はい、大体皆さん独立するんですよ、当然のように。でもそれが最近私がその年代の子に独立しないのとお店出さないのって聞くと、はい、いや、しないですよ。え、なんで？って聞くと、僕の周り、ことごとく失敗してますよ。そうなんですか。まあ、確かに、まあ、美容業界ってそういう業界であるんですけども、うんうん、どんだけ、じゃあその失敗してるのが見て、嫌なんでなのかなと思ったらそうじゃなくて、その後の彼らを見ていると、うん、もう今までより明らかに大変な状況になって、例えば借金を抱えてたり家族を抱えてしまったりとか、
で、なんかいろいろ試してみるけども、今までの現状よりかなり悪い状態になっている。そこから持ち上がれない状態を常に見ているので、それだったらば普通に儲けなくていいから仕事を普通に勤めていた方がいいと。そこいうところでもやっぱり再チャレンジがしにくいというような状況とか雰囲気があると、結果創業率も下がってしまうんじゃないかなって感じてます。大事ですね。はい。その東京都の産労局のやつとかは、なんか、実際に、そこから、じゃあ、案件というか、そこからお金をいただいて何かこう、事業、委託事業をするみたいな可能性っていうのはなんかあるんですか？そこはですね、まあ一応失敗ダービーということで、あなたはどんな失敗をしたの？で、そこでどんな課題があったの？で、そこから、どうやって今、次のステップに向かっているのかというような内容を審査するそうなんですね。で、まあ私の中では、まあ失敗の中では、まあ結構な失敗をしておりますので、すごく合っているということと、まあ次のステップに向かえるということと、まあ課題としては先ほど言ったように、創業よりか倒産廃業の方が多いという社会課題がありますので、まあとってもぴったりだなと思って、まあそこに対して、なんか、投資家の方も審査員になるようで、まあ、どのようなサポートがあるのか、ちょっとよくわからないんですけども、まあ、とりあえず、まあ、自分たちの活動を知っていただきたいな、というふうな感じで今、やっております。なるほど。いいですね。そういったところから案件化できると。もし来たら、もうすごく助かりますね。まあ、僕が今目指しているのは、まあ、再チャレンジ専用のシェアオフィスを作っていきたいという、まあ、そういう人たちが常に関われる、同じ場所で同じ方向を向いて関われる人たちが集まれるような再チャレンジ専用のシェアオフィスを作りたいということですね。で、そこで再起業を目指しながら、まあ、あと先ほど言ったギリギリの状態の経営者のサポートをして、一緒にもう一回次のステップを見ていこうということをぜひやりたいなと思っております。いいですね。わかんないですけど、なんか、金融機関とか、そういったところはなんか可能性ないですか？金融機関はですね、再チャレンジを応援しますよという、そういうなんか、政策金融公庫さんのそういうものもあって、お金が借りられるというのがあるんですけども、実際に私が、信用金庫の方にかな、聞いたんですよ。なんかそういうのがあるらしいんですけど、どうなんですかってことを聞きましたら、あるにはあると。ただ、普通よりか審査がめちゃくちゃ厳しい。そうですか。だから実際に名前はあるけども、その再チャレンジの人が、その審査を通るのは、すごくハードルが高いってことをおっしゃってました。その方が信用がないわけですから、それ以上やっぱり厳しくなるわけですよね、審査がね。わかりました。なんか、あとはあれですよね。起業しようっていう人も、なんかこういうのがあるっていうと安心ができるし、わかんないですけど、まあ、ご助会みたいなのも難しいのかな、なんか。まあ、経営者の方とか、中小の経営者の方とかは、やはり、まあ、ね、先ほど言ったように、まあ、いつ潰れるかも正直分かんないですよ、どの会社も。調子がいい時でもいつ潰れるか分かんない。だこういう情報を知っておくことによって、その時パニックにならない。あ、そういえば、失敗したやつがこんなことを言ってたな。あ、こういう時はこういう対処があるのか。またこういうところに相談したらば、なんか情報を聞けるかもしれないなという、そういう場所があるだけで安心できるんですけども、本当に私も最後、わらをもつかむまでいろいろもかけずに回ったのが、最後は整理屋さんというところにこう自分から引っかかってしまいまして、さらにその破産倒産の時にもっと大変な思いでした。で、他の今相談者は、まあ、悪徳コンサルみたいな方に引っかかって何十万先にもすぐ取られたとか、みんなそういうふうにね、いろんなもうもがき苦しむんですよ。なんとか経営を続けたいと、自分の作った会社。それをやるためにギリギリの時になった時に正確な判断ができなくなって、変なところに、まあそういう時に優しい言葉をかけられたら、みんなそっち行っちゃうんですよ。ですから、そういうところも含めてですね、ちょっと気をつけないといけない点も、こういうところを私たちに引っかかっちゃいましたよと。ですから、こういう話には乗らないでくださいねとか、
こういう話が来たら気をつけましょうねというようなところで、はい、ちょっとその回避軽減のお手伝いもできるかなと。ですから経営者の方なんかもちょっといろんな情報を知って入れておくということは結構大切だなと。僕らはそういう情報が全くなかったのでパニックになってしまって結局鬱になったり変なところに引っかかったりというようなことになりましたけども、知っていれば回避軽減できることはたくさんあります。そうですね、うん、なんかウェブサイトとかメディア、はい、ウェブメディアでも、はいはい、そこをこう、コンテンツとして強い感じがするので、はい、なんか、ウェブサイトでそういう、まあ、こういう場合は気をつけようみたいな、あ、そうですね、はい、ものを公開するとか、まあ、はい、実際にこう聞いた話をある程度ぼやかして、はい、ノートで配信していくとか、ね、ノートで、はい。そういうことをやっていくと、はいはい、リーチは広がっていくような感じがしました。チキさんもノートやってらっしゃいますよね。はい、僕もノートやっていて、うん、まあなんか、僕自身はなんかものすごいこうたくさん見られてるわけじゃないんですけど、うん、でもやっぱり、ずっと書いてると、それなりになんかあそこで見ましたみたいなこととか、まあまさにこういうオープンオフィスみたいなのも、うん、お話し来たりとか、するので、はいはい、結構有効かなと思ってますね。うんうんうん、なるほど。他に何かちょっとありますかね。ちょっと時間が来てしまった。そうですね。もう時間ですね。はい。すいません。ちょっと取り留めのない話ばっかりで。すごく助かりました。はい、あと、まあ、最後、一つだけお伺いしたいのが、はい、まあ、次からいろんな課題解決に向けていろいろやってこられたと思うんですけども、はい、その課題解決の中で、まあ、スムーズにいくことと、まあ、ちょっと大変だったのとか、もしかしたら課題が解決できなかったことっていうのは、何かございますか？はい、まあ、やっぱ課題が解決できなかったことの方が多いかなと思うんですけど。そうですか。はい。はい。例えば行政はオープンソースとしていろいろこう、はい、公開していくべきだみたいなことは、初期から言ってたんですけど、はいはい、まあ、ようやく、2013年から始めて、うん、まあ、7年近く経って、はい、ようやく東京都で、オープンソースに、うん、で公開するみたいなことができましたし、やっぱ7年かかったって話なので、なかなかこう自分のやりたいこととかは、すぐにはうまくいかないなと思ったし、そもそもやりたいことが正しくないみたいなこともですね、うん、オープンデータを広めるみたいなことでも、使う側の視点からだとこうあるべきだって言っても、出す側からしたら別にそんな、行政の仕事じゃないよって思ってたりとかですね。なんかやっぱ、いろいろあれもできる、これもできるっていうもののうちですね、多くはやっぱまだまだ実現できてない感じはありますね。だ一つあるのはやっぱ続けてきたことで、っていうのはやっぱりこう強いなと思っていて。はい、はい。やっぱ長く続けてるだけで、それだけでこう信頼、変なことしなければ信頼が止まっていくっていうのがあるので、多分、今やられてることもですね、ちゃんと今、どんどんこう真面目にやって、いろんな人を助けていけば、もう十分信頼が溜まっていくと思いますし、何より素晴らしいなと思ったのは、やっぱそれで救われる人が、やっぱリアルにいるわけじゃないですか。はい、はい、はい。で、ね、なんか自殺する人が、本当にね、減っている可能性もすでにあるわけで、はい、はい。うん、なので、やってることを、あんまりこう、すごいこう、小手先のことで、なんかいろいろやるよりも、しっかりこう、ちゃんと発信していくっていうことを、やれば、いろんな人が助けてくれるんじゃないかな。あ、はい。はい。わかりました。ありがとうございます。はい、とても勉強になりました。関さんとお話ができてよかったです。本当はコロナでなければ、一度ね、ご対面してお話聞けたらありがたいなと思ってましたけど、まあでも、またそういう機会がありましたので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。そうですね。Facebook でですね、いろいろコメントしてくださっている方がいるので、はい、はい。ぜひつながっていただいて、ありがとうございます。ここで書かれている、小田垣さんとかですね、はい、結構本当に素晴らしい方ですし、はい、ありがとうございます。他にもコメントいただいている
方がいらっしゃいますので、いろいろご指導いただけたら助かります。はい、と思っております。はい、はい、どうもありがとうございました。長い、ありがとうございました。はい、すごく楽しかったです。あ、本当にとても良かったです。はい、またあの進捗聞かせてください。はい、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、今日どうも本当に皆さんありがとうございました。失礼いたします。はい、どうもありがとうございました。失礼いたします。